人というのはやってはいけないことはないはずで、ただみんなは知らないうちに不自由になってしまって自由を求めるわけで。人間がこの形で生まれてきて、これを消すことってできるの？それでいいの？新しい方を自分で考えたんです。例えば3 8 9 10 1 29、なんか言葉が出ないけど数字ならばね出せる。心この世に産み落とされたものは全てのもののかけら、一度生まれたものは永遠にあり続けるっていう言い方を実感している。